5月4日に開催された世界国、地域別対抗戦 BWF トマス杯ユーバー杯2024中国、成都8日目はユーバー杯の準決勝が行われた2018年以来の世界一を目指した日本女子は3日の準々決勝でインドを3対0で撃破その勢いのまま地元中国との準決勝に挑んだ注目の第1シングルス 日本は山口茜を起用せずに大堀綾でポイントを狙うオーダー。相手は中国のエースであるチンウヒだが、その第一ゲームは、大堀が序盤に1対9と大きくリードを許す展開。しかし、リズムを取り戻した大堀も少しずつ点差を詰めて、前半12オールまで盛り返した。その後も、チンウヒと互角のラリーを繰り広げた大堀だったが、勝負所の終盤、 18から19から先に抜け出され、18対21で先制を許す。第2ゲームに入ると、スピードを上げて主導権を渡さないチーム比に押し込まれる展開が増え、最後は15から21で敗戦。中国に先制ポイントを奪われた。苦しいスタートとなった日本。第1ダブルスで勝利し流れを引き戻したかったが、志田千春、松山奈美の前に立ちはだかったのは、 世界最強の鎮静心、チェンチンチェン、カイチボン、ジャイーファン。第1ゲームは、果敢に攻め込むシダ、松山が6連続ポイントなどを奪い、21から14で戦勝する。第2ゲームは、動きのキレが戻ってきた中国ペアに13本で抑えられ、勝負の行方はファイナルゲームに持ち込まれた。ここで勝って後続につなげたい日本。第2ゲームは中国ペアの勢いに押されたシダ。 松山だが、最終ゲームは引かずに応戦。接戦のまま中盤に進むと、流れをつかんだ詩だ。松山が13から12から5連続得点で18の12。大きく差を広げた。しかし、ここで簡単に負けないのが、最強ペアの地位を確立する陳静心、海智本の強さだろう。劣勢の場面でも攻めの姿勢を忘れず1ポイントずつ加えると、6連続得点で同点。 再び接戦になった勝負は、シダ、松山が21-20でマッチポイントを掴んだものの、チャンスを決めきれずに失点。最後まで中国ペアを仕留めきれなかったシダ、松山が21対23で敗戦。日本は2連敗を喫した。後がない状況に追い込まれた日本は、第2シングルスの奥原望みに逆転の望みを託したが、第1ゲームは何票強、エビンジャオ、 2ペースを握られ8 21第2ゲームはストローク戦からチャンスを探ったものの、先行する相手をなかなか捕まえきれず18-21。日本は0対3で中国に敗れ、銅メダルで大会を終えた。もう一つの準決勝は、インドネシアが2連覇を狙う韓国を撃破。第1シングルスは、インドネシアのグレゴリア・マリスカ・トゥンジュンが、韓国のシムユジンに2対0で勝利。 1> 第1ダブルスは韓国の李承イ磯ヒ、テクハナガ、ラハユ、ラマダンティを退けて1対1のタイに戻したものの、第2シングルスは前日の対戦で白星を手にしたワールドヨが、ファイナルゲーム12本で勝利。インドネシアが2対1でプレッシャーをかける、後半勝負となった戦いは、第2ダブルスを韓国が奪い返して、最終シングルスに突入。 どちらにとっても負けられない戦いは、インドネシアのコマガーユチャヤデウィが69分の大接戦を制して、インドネシアが3対2で勝利。2008年の準優勝以来となる、ユーバーハイの決勝進出を決めた。下向き黒三角準決勝、5月4日、中国3の0日本、WS1 チー比に、21から18、21から15、 ゼロクロマル大堀四46分。WD 日鎮精神、海地本に14から21、21から13、23から21、一クロマルシ田千春松山奈美85分。WS 二南表響に21の821から18、ゼロクロマル奥原望四41分。